皆さんおはようございます、こんばんは、こんにちは、木島あすかです。はい、今日は先日ですね、クレイジーマグネットさんの生配信にお邪魔させていただいたんですけども、その時すごく楽しかったので、今回はクレマグさんとのコラボということで、クレマグの3人にお越しいただきました。イエーイ、お願いします。お願いします。お願いします。はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。エーです。メイです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。最近バラエティとかでも追いかけします。そんなに出てない、ね、嬉しいね。今回コラボということで、はい、なんか企画がですね、私が4人目のクレマグになるっていう。うわ、本当に思ってはない。だってまずさ、制服着てないもんね。確かに、うん、私服だからね。やっぱちゃんとガチの着てほしいもんね、うん、やるならね。やっぱ制服がコンセプト、死ぬまで青春って言ってやってるので、うん、じゃあ今日は制服を着て限りなく近づきたいなと思って。おお、すごい。いいんですか、髪染めるやっぱね、なんか青とかできた。それは無理よ。確かにピンクだから。さすがにちょっとお天気キャスター。このままでちょっとなんか改造していただこうかなと、ちょっとアドバイスいただきますか。はい、ヒゲギレ JK になってくださる。いや嬉しいね、新メンバーです。やったー。花が増えるわ。それな。はい、というわけで着替えてきました。どうですか。優等生来た、ね、すごい、学級委員長みたいな。すごい、高校の時も紺色でネクタイもリボンもなかったから、こんな可愛い制服着ることなかったから、ちょっと今ドキドキしてます。すごい、久々、ね、ほんと卒業以来ぐらいに来た。全然いけるよ、ね、いや、いける。だから着替えたということで、はい、この後ちょっと宣材写真を撮ろうかなと思って、うん、4人のね、はい、これから使っていくから、ね、あ、もうエッチやずっと入ってくれる。そうだから、そう今度重大発表しなきゃいけないから。新メンバー、新メンバー。え、だってそういうことですよね。あ、ちょっとよくわかんない。とりあえず宣材写真撮りたいと思います。はい、こちらが撮る時のリモコンになるんですけど、はい、垂れると写真を撮るように。でも座ってんのにさ、座ってないみたいに。ならこちらで失礼します。スタート。始まってる。今から15分で撮っていきます。はい、はい、そうだ、ちょっとやっぱり宣材写真なんで仲良い感情出したいんですよ。仲良い感情だからちょっと敬語なしで。あー、はい、ちょっと一番使った人が罰ゲームをする。うん、うん、いいんじゃない？やばい、もう30秒いいんじゃない？え、なんて呼ぶ？みんな呼び捨て。あ、選んで選んで。ダン、一発目。あー、オッケー。顔アップ。顔アップ？みんな顔の大きさ一緒にしてもらわないと変わるもん。顔の大きさ。遠近法とかやめといて。あ、こんくらい？いきます。え、これカッコつける系？あ、今、え、さ、え、何？今行きますって言ったよ。あー！イエーイ！一本に。やだ。一枚も取ってねえか。笑う？笑う。笑う。笑う。どう？どう？あ、やばい、ちょっと引きつってるよ、みんな。わか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 、引きつってる、なんか引きつってるよ。どうどう、ゆうちゃん、ずれ悪いね。楽しくないよ。楽しくないよ。楽しいのにさ、うち悪いな。え、次次これ、ここは腕組んで、腕組んではうちだよ。せーの。あ、入ってない、入ってないよ。こっちなんか難しいね。普通いくよ。はい。な。どうどう。あ、待って、え、どこ向いてる。ダメだ、ここ。ねえ。漏れてんの、アスカだけ。それな。それだけ言い過ぎるわ。どう？いいんじゃない？あ、いい。次。え？全力変顔。出たよ。出た。全力だからね。全力ね。可愛こぶったら。これくらい？お前しか歌ってねえんだよ。あ、やっ、取って、ね、取って。せーの、いきた。お、いいじゃない。あすか、可愛いじゃん。あすか、あすか、もっと全力でやれ。ほら、写真見ろ、ちゃんと。せーの、いけた。いいね、オッケー。
えるようにしよう。オッケー。そうね。そうね。そうそう。みんな同じ人間か。あ、裏長い長い。いやいや。あ、じゃ2本分。5人撮ってる。5人いる。JK っぽい。あ、いいね。いいね。あ、いいんじゃないこれ。じゃあ次。の座り。あ、椅子。あ、椅子これ。せーの。いいんじゃない？いいんじゃない？え、これうち膝？どういうこと？どういうこと？膝1個分だよね、あれ。1個分。遠近法だよね。かわいい。次。次。ちょっと取れるだけ取りたい。じゃあ、アスカを中に入れて。これ、アスカこれ。オッケー。膝立てて。せーの。いいんじゃない？いいじゃん、いいじゃん。かっこいい。かっこいいね。楽しそう。いいじゃん、いいじゃん、楽しいじゃん。何楽しいわ。楽しい。楽しそう。え、いいね。表情つなげてる。玉ねぎ4つ。あ、OK、ストップ。じゃあ、半押しして。どうぞ。玉ねぎ4つ。周回中。周回中。周回中。ね、次。むずい。え、どういうこと？むずい。こういうこと？そう、こうでしょ。いや、違う、お前した、お前した。え、お願い。こういうこと？そうそうそう、うちら。あんた倒るよ。いいよ。あれ、どういう写真？あった。ギリギリ、カゴを攻めた方がいいんだ。こうかな。あ、そう。いいよ。いくよ。せーの。どう？何がしたい？何がしたいの？さあ、次。はい。あ、オッケーオッケーオッケー。JK っぽいやつ。下に座るか。そう、後ろに座る。せーの。お、いいんじゃない？どう？あ、いいじゃん、いいじゃん。いいよ、いいじゃん。いいよ、いいよ。いいよ。フェイスいいじゃないの？いやいや。クレームグポーズとかないの？クレームグポーズ。はい。はい。はい。JK なのに。いいじゃん。お、いいね。やっぱなんか私だけやっぱちょっと優等生か。いや、ブレザーでしょ。あ、そう、あ、脱いでみる。そうかも。脱がった。確かに。いいね。あ、こういう使ってた。もう一回やる。うん。これやる。うん。あー。ほら、いいじゃん。ぽいぽい。あ、あ、あ、メインのスカートで切ってるから。ごめん、ごめん、ごめん。パンツ映っちゃった。もう一回、もう一回。やばい、やばい、もう一回。ごめんなさい。お前、うるせえな。声出すね。どこ見てるの？これでいい。これがいい。プレイするせいだ、主人。わ、出た。これむずいんだよ、なんか。手並びの交互か。いくよ、せーの。どう？あれ、ボケちゃう？ピント持ってくなよ。おー、あ、いいね、食べてない、なんか。あ、いいね、いいね、オッケーオッケー。食ってんな、美味しかった。あと1分だよ。あと1個。うん、じゃあ選んで選んで。結果数試合。わかった、うちらが後ろで、これアスカだ。なるほどね。オッケー。はいはい。いや、せーの。どうぞどうぞ、めっちゃ、いや、すごい。いや、すごい、すごい。再現、再現じゃん。アスカもちゃんと完璧完璧。いいじゃん。止めてほしいよね。まあ、じゃあ終わった。あ、終わっちゃった。終了。なんかめっちゃいい写真今。ただ当店だけあるスポットライト撮影っていうものがあるんですけども、こちらはやってみます。いいんですか？はい。うん。ああ、そういうこと？え、これ残りのやつをかっこよくいこうよ。あ、そうする。5分間ね、5分間。浦安さん考案ポーズ。え、なんか、あの、セクシーな顔して。あ、セクシーっていう。あ、いい。やっぱうちが一番うまい。お前。次、アスカさん考案ポーズ。あ、じゃあ、このことさん付けで呼んだ。関係ないやろ、絶対。かき揚げとかどう？あ、いいよ。かり揚げ。かり揚げ。かき揚げね。なんか若干一名違う人がいる。かき揚げって何？かき揚げ。どういうことか。この辺を触ってこっちね。かっこいい、かっこいい。女だよ。あれ、パパ？パパそっくりなんだけど。まあまあいいんじゃない？
プトで活動させていただいてるので、はい、うちらキレキレ JK じゃん、うんうん、死ぬまで、うん、別に制服着ててよくねみたいな、なんか学生の時みたいに戻るのもありだよねっていう話だよね、うんうん、あじゃあ、うん、1人死んで後ろで3人がなんかふんってやってる、で死んで、がブランが死んでうん、で後ろで、うん、青春しといて、オッケー、うちらは普通に楽しそうにしればいい、そうだよ、死んでね怖い、オッケー、どうごめんごめん、でも寸前だよこれは、うん、めっちゃいいと思う、そうなんか楽しいことして死んでいきたいじゃん、人生、ね、うん、それを描いてます、いいと思う、めっちゃいいよ、あと30秒、あと最後なんか、ね、近くで撮る、そうだね、どうかっこいい、かっこいいね、オッケー、オッケー、はい、ということで終わりました、イエーイ、楽しかった、楽しかったね、めちゃくちゃ写真撮った、うん、それを今からちょっとセレクトしに行きたいと思います、はい、はい、はい、行ってきます、行ってきます、はい、じゃあセレクトしていきます、はい、で、こちらです、こちら後ろから見ますね、いいこれもある、ちなみに、あ、なんかこれ、あれかこれはちょっと、2枚目で2枚目でお願いします、これがいいね、うん、4枚でしょ、いや、たぶん玉ねぎ入れたいよね、玉ねぎ入れたい、玉ねぎ入れたい、なんでこれ、あって言ったか分かる、え、分かんない、なんで、うち、ごめんなさいって言っちゃって、うん、あ、そういうことで、あって言ったらその瞬間取られちゃう、全然分かんなかった、敬語を使った、そうそうそう、これ絶対入れたい、あ、そうだね、引っ張り合いね、あと、死んでポーズ、死んでポーズじゃない、死ぬまで青春ポーズ、死んでポーズはしてないよ、じゃあこれと、あ、これ死んでやるポーズ、死ぬまで青春ポーズ、オッケー、決まりました、出た、決まり、めっちゃ厳選した、はい、というわけで4枚セレクトしたので今から印刷してもらいます、はい、その最初に言ってた罰ゲーム、みんな使ってないですか、アスカ結構使ってるよ、ちょっとここに審査員がいらっしゃいますので、誰が一番敬語を使っていたかジャッジしてください、2名対、えフランさんとアスカさんです、え、何回何回ですか、3回ずつ、え、こっちは0回、調子こいてるわ、慣れちゃってるから、そうそうそう、うわー、マジか、どうします、このセンブリ茶をやっぱり飲んでいただきたいので、うん、スタッフとしてはじゃんけんで最終は決めたいと思います、今見ました量、あのバラエティで見る量じゃないこれ全部飲まないといけないスタッフがあの朝から頑張って煮込んだので、どっちにします、おんなぎにするか、おんなぎって何、勝った方、飲みたくないは言えない、あっちです、おんなぎじゃんけんで、おんなぎね、じゃあ真ん中にいるって、いや違う、審査員でしょ、そう審査員、うん、違う、なんでってことはだよね、あ、間を取って的な、何の間を取って、違うだろ、おんなぎに参加したいってことじゃん、そういうこと、参加させて、だから審判だよ、まあ別に私はどっちでしょ、審判、お願いします、はいはい、あ、じゃあお願いします、わかりました、最初はグー、じゃんけんぽい、飲みたかったね、だってうちらだもんね、ごめん、ほんとこんなことあるね、え、めっちゃ嬉しいだって煮込んでくれたんでしょ朝から煮込んだんだよ、朝からぐちゃぐちゃ何ね、これほんとに、じゃあスタッフさん、あの朝から煮込んでくれてありがとうございます、美味しくいただきます、ありがとうございます。というわけで
クレマグさんとのタイアップ動画でした。ありがとうございます。いやでもやっぱり気持ちが若返ってやっぱ青春意識していかないとやっぱ老けちゃいますからね。確かに、ね、うん、これからこのマインドでやっていこうと思います。だって同い年だから、そうだ、ちょっともうちょっと落ち着いた方がいい。ありがとうございます。ありがとうございました。またコラボぜひお願いします。よかった、イエーイ、はい、というわけでこの動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。コメントお待ちしてます。バイバーイ。お待ちしてます。